キュービリビット刑務所1900年頃撮影。ニュービリビット刑務所はフィリピンのモンティンルパにある受刑者たちを社会から隔離する刑務所としてはフィリピンでも主要な施設である。管理運営は司法省の強制局が担っている。2004年10月の時点で収容されている受刑者は16,747人であった。この刑務所は 当初の敷地面積が551ヘクタールあったが、そのうち104ヘクタールは、後に、司法省の官謝建設に転用された。共生局の本部は、ニュービリビット刑務所の管理区域内に置かれている。フィリピン政府は、ヌエバイシハ州に、官民協力方式で新たな地方刑務所を開設することを計画している。後に、旧ビリビット刑務所、 オールド・ビリビット刑務所と称するようになった施設は、当時はスペイン語でカーセル・イ・プレシディオ・コレクシオナルとして、マニーラ中心部のマイハリ系ステートの一部である長方形の敷地を占めていた。旧刑務所は、1865年6月25日に、当時のスペイン植民地政府が開設していた。この施設は、強制刑務所と軍事刑務所に分かれており、前者には600人。 校舎には527人を収容することができた。犯罪の増加を受け、フィリピンコモンウェルス政府は、共和国法67号を施行し、新たな刑務所が、当時は遠隔地とみなされていた、モンティンルパの551ヘクタールの土地に建設された。モンティンルパは、マニラの中心部から離れたバエコの湖畔にあった。ニュービリビットにおける建設工事は、 1936年に始まり100万ペソの予算が組まれた。1940年収容者、設備、備品類などすべてがオールドビリビッドから移された。旧刑務所の施設はマニラ市当局がマニラ市工事所として使用した。1941年新たな施設は正式にニュービリビッド刑務所と命名された。第二次世界大戦中、 日本がフィリピンを占領していた時期には、オールドビリビットもニュービリビットも、捕虜収容所として使用され、さらに捕虜のための病院、捕虜の主に日本国内など各地への移送センター、などが置かれた。1万3000人以上の大多数はアメリカ兵の捕虜たちは、第二次世界大戦中、主にマニラ周辺の諸施設で処理されていた。収容されていた中には、 500人ほどの民間人もおり、彼らは1944年12月に、バギオ近郊のキャンプホルムズ収容所からビリビットに移されてきたのであった。何千もの捕虜たちがビリビット刑務所から日本へヘルシップで送られる途中で、米軍の航空機や潜水艦の攻撃を受けて、船が沈み、捕虜たちも命を落としたが、米軍は捕虜たちが乗っているとは把握していなかった。 オールド・ビリビット刑務所は日本軍がマニラやルソン島を占拠し続けている間ずっと特別な収容者を拘束するために引き続き日本軍の憲兵隊によって使用され続け、例えばビセンテリム将軍などはそうした収容者の一人であった。マニラの戦いが始まった1945年2月3日の夕国オールド・ビリビット刑務所に収容されていたアメリカ人民間人たちは 間違いなくアメリカ人が話す声を壁の向こう側に聞いた。しかし壁の向こう側のアメリカ兵たちはビリビット刑務所の中に収容者たちがいることに気づかないようであった。アメリカ兵たちの目標は2キロメートルほど離れたサントトマス収容所にいた4000人の民間人の解放であった。刑務所近くではその夜激しい戦闘があったが 刑務所を守っていた日本兵たちは翌朝には刑務所を放棄して撤退を決め多数の捕虜や収容者たちにその場に泊まるよう告げた上で門には法にのっとり解放された捕虜と収容者が当初に収容されているとの告知を掲げた。解放された収容者たちはビリビットにアメリカ合衆国の国旗を掲げたが金傍で爆発があったため 撤退しようとしていた日本兵の一部が戻ってきて、日本軍の砲兵隊に砲撃される恐れがあると警告した。午後7時になり、第37オハイオ州兵隊が壁を破壊して、刑務所内に突入した。オールドビリビット刑務所で解放された捕虜や収容者たちは全部で1200名に上り、そのうち700名が軍人で、500名が民間人であった。 民間人の収容者は、その後も、一月ほど、日本兵の総統が住んで、マニラの戦いが終わるまで、ビリビトに止まった。収容者たちは、ついで、レーテ島に渡り、そこからアメリカ合衆国へ帰国した。民間人収容者の一人は、この帰国の経緯を、敵ではなく、味方に振り回されたと述べた。元収容者たちは、 帰国に要する経費として一人当たり275ドルを合衆国政府に支払う約束を強いられたことに憤慨した。民間人収容者の多くは長くフィリピンに居住していた人々であったが、不本意ながらフィリピンを離れることになった。第二次世界大戦後、ニュービリビット刑務所は日本人先般者の収容施設となり、 106名が収容されて17名がここで処刑された。当時、ニュービリビット刑務所には1949年に教会士として日本から派遣された。そう、カガオ就任が囚人と共に生活していた。1951年1月19日に突如14名の死刑囚が処刑された中村ケースに接したカガオは以降、 収容者たちの除名嘆願の活動を展開し、これを契機として収容者が作った、アーモンテンルッパの夜は更けて、が、渡辺浜子の歌唱で広く知られるようになり、ついには1953年6月27日に、エルピディオキリの大統領による恩赦がなされ、収容者全員が帰国する運びとなった。その後、敷地の一角に、日本人戦犯の慰霊墓地が設けられ、合わせて、 日本庭園が整備されたが、これは、岸信介の意向で、フィリピンの靖国神社とすることを意図したものであったと、いう。2014年6月5日、強制局やニュービリビット刑務所を所管する、司法省次官、フランシスコ・バラーン3世は、国立刑務所を、ヌエヴァイシハ州、ラウルの三位シドロ地区に移設すると発表した。電気椅子により、死刑を執行する形状は、 ニュービリビット刑務所の再現重警備区域14号棟に設けられていた。2015年の時点では、この場所は再現重警備を要する収容者の収容区画となっている。また、かつて薬剤注射による死刑が執行されていた部屋は、現在は共生局の博物館ミュージアムとなっている。収容者たちは刑務所の屋内運動場に設けられた。 バスケットボールコートで時間を過ごすことも、手工芸品の製造に取り組むこともある。刑務所内では、様々な宗教教派の活動が盛んであり、刑務所内のカトリックの礼拝堂ではミサが毎日、取り行われている。活動している、教派等には、セブンスデーアドベンチスト協会、アメージング、グレースクリスチャンミニストリーズ、フィリピンイエズス会の刑務所奉仕、カリタスマニラなどがあり、 収容者たちへの医療サービスも提供されている。刑務所内の教育施設では、初等教育、中等教育、職業訓練、成人向けの識字教育が行われている。さらに、小学分野の学士号も授与されている。ニュービリビット刑務所には、タリパパも設けられており、収容者たちは、ここで物品を買うことができる。1991年9月5日、 フィリピンの大統領であったコラソン・アキノは大統領令792号を発令し、さらにその後1992年12月15日の大統領令120号を合わせてニュービリビットの敷地のうち104.22ヘクタールを司法省職員などの公務員の感謝とするため住宅地として開発することとした。この住宅地開発は正義を意味するカタルンガンビレッジと名付けられた。 ありがとうございます。